皆様お疲れ様です。パーソナリティのさつきです。秋も深まり、朝晩の気温もぐんと下がってきました。秋といえばスポーツの秋、読書の秋、紅葉の秋、さまざまな秋が連想されますよね。でも何より外せないのは食欲の秋という方も多いのではないでしょうか。秋は栗、きのこ、サンマ、ぶどう、梨などさまざまな食べ物が旬を迎えるおいしい季節です。今回はそんな食べ物について、特に日本の果物に関する話題をお届けしていきましょう。皆さんは日本の果物についてどのようなイメージを抱いているでしょうか。この動画ではお見舞いで日本の果物をもらったアメリカ人のエピソードを中心に、日本と海外の果物の違いや果物に対する考え方の違いについてお伝えしていきます。皆さんは普段1日にどれくらいの量の果物を食べていますか？農林水産省は毎日果物 200g 運動といって、1日1人当たり 200g 以上の果物を摂取することを推奨していますが、日本人の果物の摂取量は1日1人当たりおよそ 100g 程度。これは世界的に見ても非常に少ない値で、日本人の果物消費量は172の国、地域の中で148位であると言われています。さらに日本人の果物摂取量は欧米諸国のおよそ半分ほどとされていることからも、いかに少ないかがうかがえます。では日本ではどのような果物がよく食べられているのでしょうか。2020年の統計によると、日本で一番食べられている果物はバナナ、2位がリンゴ、そして3位みかんと続きます。どれも馴染みある果物ばかりですね。果物は国内で生産されるものと海外から輸入されるものとに分けられますが、消費量1位のバナナはほとんどが輸入品。パイナップル、キウイ、オレンジなども輸入に頼ることが多い果物の代表格です。一方で国産の果物で代表的なものといえば、みかん、りんご、梨、柿、ぶどうなど。秋が旬の果物は日本国内で生産されている傾向にあるようですね。そんな日本の果物ですが、近年では日本国内のみならず海外へ輸出される機会も増えているようです。2017年の農林水産省の統計によると、日本の果物の輸出額はおよそ181億円。台湾や中国、そして東南アジアなどアジア諸国を中心に、リンゴ、ブドウ、桃、梨、みかんなどが輸出されているのだそうです。アジア諸国における日本の果物の立ち位置は高級品や贈答品。自国産の果物に比べてワンランク上の品質や味であることが高く評価され、近年そのニーズが高まりつつあるようです。このようにアジア諸国でも評価が高まりつつある日本の果物。しかしその評判はアジア諸国のみならず、世界中に知れ渡っているようです。続いてご覧いただくのは、お見舞いで日本の果物をもらったアメリカ人女性のエピソード。彼女は日本の果物の味をどのように評価したのでしょうか。お見舞いで日本のフルーツをもらったアメリカ人。私は日本に住んで数年になるアメリカ人。ずっとアメリカで暮らしていたんだけれど、日本企業で働いていた時、職場恋愛の末アメリカ人の彼と結婚したの。結婚後1年くらいしてから夫が日本に転勤になった関係で、日本に生活の拠点を移すことになったわ。日本には観光で何度か行ったことがあったから、日本に住むことに対して特に抵抗はなかった。それに夫の職場のボスは日本人なんだけれど、私たち夫婦にとても良くしてくれているし、
気さくで話しやすい、いい人なの。私も夫も大の日本好き。だって街が清潔だし、治安がいいし、何より食べ物がとっても美味しいの。スーパーに行くと、アメリカとは一味違った食べ物がたくさん売っていてね。野菜や果物一つとっても、アメリカのものとは少しずつ見た目が違うのよ。例えば果物。アメリカにいた時、私にとって果物といえば、朝食の時に食べたり、ちょっと喉が渇いた時に水分代わりにかじるもの、そんな存在だった。リンゴやプラム、アプリコット、バナナが定番だったかしら。皮を剥いて切らないと食べられないものもあるけれど、洗ってそのままかじるだけで OK のものも多いから、果物って便利よね。アメリカでは日本と違ってフルーツが雑多に山盛りになって売られていて、それを袋にガサッと入れて買うのよ。時々傷んだものや虫食いの穴が開いたものもあったっけ。でも日本では果物は大切そうに一個一個売られていて、中にはクッション材に包まれたものさえある。これはなかなかのカルチャーショックだったわ。そんなアメリカとのギャップもあって、日本に来てからは果物を食べる量が減ったかもしれない。それに夫も果物を食べる習慣があまりないから、私は自然と果物から離れていったのよ。日本に到着してから数週間が経った頃、私の体にある異変が起きたの。なんだかだるくて体調が優れない。日本での生活に張り切りすぎてちょっと疲れちゃったのかしらとも思ったけれど、病院で検査を受けたら違ったわ。なんとお腹の中に赤ちゃんがいたの。夫と私は大喜び。異国で妊娠生活を送ること、異国で子育てをすることに若干の不安はあったけれど、それよりも嬉しい気持ちの方が勝ったわ。日本の妊娠生活ってアメリカとは随分違うのね。日本では毎回の妊娠検診で体重がチェックされて、太りすぎると注意されるの。だから私、妊娠中はできるだけヘルシーな日本食を中心に食べるようにしたわ。妊娠中に改めて感じたんだけれど、日本食って美味しいわね。特にお米は最高。これまでパンやパスタを食べることが多かったんだけれど、気づいたら私と夫の主食は米に変わっていたわ。でも体重が増えすぎないようにセーブしながら食べるってやっぱり難しいわね。しかも夫は隣で好きなものをたくさん食べていて、それを見ているのも辛かったわ。そして迎えた出産の日、私たちは事前に予約しておいた陣痛タクシーに乗り込んで病院へと向かい、無事に元気な女の子を出産したわ。無痛分娩ではなかったのが辛かったけれど、入院中の病院のご飯は美味しかったし、なかなか快適に過ごすことができたわ。そうそう、入院中には夫の会社のボスがお見舞いに来てくれたの。日本に知り合いが少ない私たちにとって数少ない見舞い客、とっても嬉しかったわ。出産おめでとう、体調は大丈夫？と話しかけてくれたボスは、なんだかとても大きな、そしてずっしりと重そうな荷物を抱えている。そしてその荷物からはなんだか甘くていい香りが。出産のお祝いを持ってきたよ。ボスは笑顔でそう言って、私たちにその荷物を手渡してくれた。ボスが帰った後、私はその荷物の中身が気になって夫にそれを開けてもらったの。中には何が入っていたと思う？それはメロンにイチゴ、マンゴー、ブドウ、オレンジ、とても美しい果物の詰め合わせだった。こんなに輝いていて綺麗な果物は今まで見たことがなかったわ。だってアメリカで売られている果物とは全然違って、どれもとても美しいもの。今まで空腹しのぎとか水分補給の代わりとしてしか見てこなかった果物を美しいと感じる日が来るなんて、人生ってわからないものね。私は我慢しきれなくて、早速夫と一緒にその果物をちょっと食べてみることにしたわ。まずはイチゴ。
アメリカのものと全然違ってものすごく大きいの。それに甘さが口いっぱいに広がって最後の最後までしっかり甘いのよ。こんなに大きくて甘いイチゴは生まれて初めて食べたわ。次に手にしたのはメロン。メロンはさすがに丸かじりできないから、看護師さんにナイフを借りてカットしてから食べたわ。香りも素晴らしいし、味も最高。それに果肉だけじゃなくて果汁まで甘いの。これまで食べた中で間違いなく一番のメロンよ。ボスが持ってきてくれたこの果物の詰め合わせは、例えるなら宝石箱のよう。私たち夫婦は毎日少しずつこの果物を味わっていって、数日後退院する頃には全てきれいに食べきってしまったわ。どの果物もとにかく甘くてめちゃくちゃ美味しいの。退院後しばらく経ってから、夫が日本の果物についていろいろと調べてくれたわ。どうやら日本にはプレゼント用の高級果物っていうのがあるらしいわね。プレゼント用の果物はイチゴが一粒10ドルもしたり、メロン1個が270ドルもしたり、どれもありえないくらいの値段なの。でもその分間違いなく美味しい果物ばかり。お見舞いでもらったあの宝石箱は言うまでもなく高級果物だわ。日本のスーパーで普通に売られているオレンジやリンゴももちろん美味しいけれど、高級果物はそれ以上の美味しさ、甘さだもの。産後数ヶ月経って娘を連れて外出できるようになった頃、私はふとあの高級果物のことが気になってスーパーで探してみたの。でもスーパーには高級果物は売っていなかった。もちろんオレンジやリンゴ、バナナは売っていたんだけれど、ネットに包まれたメロンや大きなイチゴは見つけられなかったわ。それにしても日本で売られている果物ってどれも新鮮で美味しそうよね。アメリカみたいに傷んでいるものが混じっていることもないし、山盛りになった果物の中から色や形の良さそうなものを探す必要もないの。それに日本の果物はパックに入っていることが多いから、値段もわかりやすいし、そのままレジに持っていくだけで買えるなんて楽ちんよね。でもボスが買ってきてくれたような高級果物は一体どこで売っているのかしら。その件についてある日夫が職場の同僚から聞いてきてくれたわ。どうやら高級果物っていうのはそこら辺のスーパーでは買えないらしくて、高級なデパートにしか売っていないらしいの。なるほど、道理で近所のスーパーには売っていないわけね。あの時の美味しさが忘れられない私たちは、娘をベビーカーに乗せてデパートに行くことにしたわ。デパートの中をしばらく歩いていると、ある果物専門店が目に留まった。ショーケースに並べられた果物に目をやると、どれもとても美しいし、しかも美味しそう。でも値札を見てびっくりしたわ。だって私たちの想像を超えた高さだったんだもの。これは毎日気軽に買うような果物じゃないわね。そして隣のショーケースを覗いた時、ふと見覚えのある果物の詰め合わせを見つけた。もしかしてこれはボスがお見舞いに持ってきてくれたあの果物の詰め合わせ？入っている果物の種類は少し違うけれど、見た目や大きさ、箱の色、間違いなくあの時の果物だったわ。私と夫は恐る恐る値札を見てみたんだけれど、思わず言葉を失ってしまったわ。だってそれは私たちの想像をはるかに超えるほど高いものだったから。確かに病室で食べたあの果物はどれも最高に美味しかったけれど、こんなに値段が高かったなんて思ってもみなかったわ。ボス、ありがとう。あの時食べた果物はまるで天国の味がしたわ。アメリカ人女性のエピソードは以上のような内容となっていました。私たち日本人にとっては果物は身近な存在であると同時に、時には贈答品にもなるようなちょっぴり特別なもの。先ほどのエピソードでも出てきたような、
箱に入ったメロンやブドウも専門店やデパートなどで時々見かけますよね。しかし日本以外の人にとって果物とはもっとカジュアルな存在。日本人の果物に対する考え方は海外の感覚とは少し異なるところもあるようですね。ところで日本の果物に特別感を抱いているのは先ほどのエピソードに出てきたアメリカ人だけではないようです。あるアメリカ人ジャーナリストが世界の美味しいフルーツランキングを作成しようとしたのですが、彼女は日本のブドウが美味しすぎるせいでランキングが作れないと SNS で嘆いていたようです。そんな彼女の投稿が海外のネット掲示板に掲載されたところ、海外から様々な反応が寄せられました。その声の一部をご紹介しましょう。海外の反応。確かに日本のブドウはめちゃくちゃ美味しいよ。でもその分一房30ドルくらいしてめちゃくちゃ高いけどね。日本のブドウってお菓子みたいに甘いよね。他にも小さいキュウリとか大きすぎる人参とか、日本には変わった食べ物がたくさんあるよ。それにみんな一個ずつ発泡スチロールのセーターを着てスーパーに並んでいるんだ。日本はパイナップルも美味しいよ。僕の国のパイナップルも確かに新鮮なものなら美味しいんだけれど、ハズレに当たるとまるでジューシーな段ボールを食べてるみたいなまずさだからね。日本って柿もトマトも甘いよね。熟し加減の問題かもしれないけど。日本のブドウ、僕はそんなに好みじゃないな。日本のブドウは甘すぎるし柔らかすぎるんだ。ブドウはやっぱり酸っぱくて歯ごたえがなくちゃいけないよ。アメリカももっと贈答用の果物を売り出すべきなんじゃないか。20ドルの桃や20ドルのスイカの美味しさに感動してみたいよ。アラブの富豪が日本のフルーツを好んで買うみたいだけど、そんなに高いお金出さなくても美味しいフルーツは日本にたくさんあるのにね。今回は日本の果物についてアメリカ人女性のエピソードや海外の反応などを交えながらご紹介しました。海外に行かれたことのある方ならわかるかもしれませんが、日本の果物の美味しさ、とりわけ甘さは桁違い。私たち日本人にとって果物が甘いのはある意味当たり前ですが、海外の人にとってはそれが驚くほど甘いと感じるレベルでもあるようです。冒頭でもお伝えした通り、秋は様々な食べ物、そして果物が美味しくなる季節です。ブドウや梨、柿など旬の今でしか美味しく味わえない果物もたくさんありますよね。全国各地で果物狩りなどが楽しめる施設もオープンしている今の季節、日本が世界に誇る美味しい果物をぜひ心ゆくまで楽しんでみてはいかがでしょうか。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。